非常にねお手軽なんですよね。めちゃくちゃ簡単にテクニックとかなしにこれをポンと押してあげるだけ、これで落ちないんで、これ完璧でしょ。One step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat. はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、ちょっと新しいね、ギアというか、コーヒーにまつわるギアなんですけれども、新しいものを購入しましてですね、一回ちょっと使ってみてですね、これはキャンプにいろいろと使えそうなアイデアがですね、湧いてきましたので、ちょっと皆さんと一緒にですね、そちら検証というかね、やっていきたいなと思っております。皆さんね、キャンプの時コーヒー飲む方多いと思うんですけれども、私もね、コーヒー大好きで、ドリップ、普段ね、動画とかでもやってるんですけども、ドリップしてね、コーヒーを入れております。ドリップしてる時のね、こう、コーヒーの香りがね、こう、漂ってくるあの感じとかもね、こう、入れてる瞬間とかもね、あの時間が楽しかったりするんですけれども、ちょっとね、片付けが面倒だったりとか、ドリッパーを組み立てなきゃいけなかったりとかね、そういったものの、ちょっと一手間、まあ、それがね、楽しいという反面もあるんですが、サクッと飲みたい時ってあるじゃないですか、どうしても。でもね、個人的にあんまりこうスティックタイプのというかね、コーヒーってあんまり好きじゃなくて、手間はかかるんだけれども、ドリップしたりとかね、したい派なんですよ、私。家でもね、結構ドリップしてコーヒー飲んでるんですけども、そんな時にですね、前々から気になってたコーヒーのギアがありまして、とあるお方のですね、動画で使っているのを見て、これはやっぱ買っちゃおうということでね、買ってみました。ではね、早速本日ご紹介するギアなんですけれども、こちらです。エアロプレスというですね、これ名前聞いたことある方多いんじゃないかなと思うんですけれども、私はですね、コンパクトタイプのエアロプレス GO というものを購入しました。このエアロプレスっていうのとエアロプレス GO 何が違うかというと、このなんかね、パッケージというかね、このちょっと本体がコンパクトになってるのがこの GO、 ただしここのね、容量、入れられる容量がエアロプレス GO は 200mm まで、そしてエアロプレスの方は230まで入れられるということで、少しでもですね、たくさん飲みたいよという方で、持ち運びのね、サイズとかあんま気にしないよという方は、エアロプレスノーマルの方を買った方がいいかもしれませんけれども、私はなんかこの一体になっていて、後でね、詳しく見ていただきたいんですけども、この1個でね、持ち運べるこちらのね、GO の方がいいなと思って、こちらを購入してみました。ではね、早速中身ね、見ていただこうと思います。一回ね、もうコーヒー入れてるんですけれども、せっかくなんでね、開けるところからと思って一回ね、この箱の中に戻しました。では早速ね、開けていきます。こちら、開けますと、こんな感じで入ってまして、ここにね、写真あるんですけど、じゃん。もうね、本体これだけなんですよ。これに全てが収まってるんですね。すごくないですか？めちゃめちゃコンパクトサイズ。サイズ感でいくと、なんとなくこう皆さんね、持ってる方多いんじゃないかと思いますけども、このスノーピークさんの、これダブルウォールの方ですけど、450mm のマグカップにこの蓋がついてる分ぐらいの大きさになってます。で、こちらがですね、このシリコン製のね、蓋を外すと、こう中身がね、現れまして、これがですね、パーツの名前、ちょっと正式な名前わかんないんですけど、ここに、紙のフィルターを乗っけて、コーヒーをね、抽出する部分。そしてこれを出すと、これがエアロプレスの本体になってます。要はこれとこれと、あとフィルターがあれば、もうコーヒー入れられちゃうんですね。すごくないですか？めちゃめちゃコンパクトなんですよ。しかも、このね、素材感がすごくプラスチックなんですけど、なんかね、質感がめちゃくちゃ良くて、作りもね、当たり前なんですけど、しっかりしてるんですよね。詳しいね、使い方とか、あと私、こだわって抽出時間とかですね、そういったところまでこだわっては正直入れていないので、めちゃくちゃコーヒーにこだわって入れてる方からすると、その入れ方違うよとかあるかもしれないんですけども、そこはね、ご了承ください。今日はあくまでもね、キャンプで使うとき、お手軽にっていうのをテーマにね、ご紹介したいと思ってます。で、その他にね、中入ってるパーツの方がですね、こちらがコーヒーのメジャーですね。測るときのメジャーと、あとね、これが折りたたみの、こう開くと、これでね、こうかき混ぜ、ここできるんですよ、こういうふうに。これもね、折りたたみ式で、この中になんと、こういう感じでね、こうしまうときも、ここにこれと、これ、
収まっちゃうんですね。これで収まって、これがねマグカップ、もうこのままねコーヒーを抽出して、ここでねコーヒーを飲むこともできるので、本当にこのワンセットと、あとコーヒーとお湯、あとねフィルターがあればコーヒー飲めちゃうんですよ。でしまうときはこれ逆さに入れて、これねちょっと正式なしまい方わかんないんですけど、こんな感じでこのシリコンの蓋をかぶせてあげれば、もうこれだけでね本体もう全部入ってます。あとちょっとフィルターがねこっちにありますけど、まあ、これもここに多分こんな感じで入れとけば、一緒にこのシリコンの蓋がね多少余裕がありますんで、こんな感じでこれでねワンセットで持っていくことができるというアイテムになっております。であとこの他にですね、中身このフィルターがですね350枚のフィルターですね、専用のフィルターがセットにこのなってます。でこれね私セットになってるの知らなくて、別売りのやつをねもう一個買っちゃったんですよ。なんで初めて買う方はこれねフィルター中に入ってますんで、別売りでね、まあでももう絶対たくさん飲むからって方は最初に買っといてもいいかもしれませんけれども、これで1000円ぐらいするんで、これねセットでついてますんで、そこだけご注意ください。ではこちらのエアロプレスなんですけれども、詳しい使い方とか入れ方とか通常の入れ方と、あとねツイッターで教えていただいたんですけども、インバート法っていう入れ方があるみたいで、その辺のね詳しい入れ方とかはまたね別の詳しく解説してる動画でね見ていただけると思うので、私の方ではね詳しい解説はしませんけれども、そういったねいろんな入れ方とか、あの抽出時間とかですね、いろいろこだわりが詰まってるアイテムになりますので、その辺もねいろいろと皆さん楽しんでいただければと思います。では早速ですね、これコーヒーをね入れていこうと思うんですけれども、コーヒーを入れる準備としてはですね、今日はインバート法というやり方、要は逆さにしてねやるっていうやり方みたいなんですけども、そちらの方をね私の方で解説していきたいなと思います。簡単にですよ、正式ではないと思いますんで、そこはねご了承ください。まずこれを外すと、ここにこのね押す部分を最初にねこうやってセットしておくんですよ。でセットしたら、ここにねコーヒーを先に入れるそうです。でコーヒーも基準のですね量とかがあると思うんですけど、私あんまりそういうの気にしないで、濃いめのコーヒーが好きなので、割と多めにいつも入れちゃってます。ドリップの時とかもね、これを一旦いっぱい、もうちょっと入れとこうかな、1杯半ぐらいちょっと私は入れちゃいます。本当はね多分これ1杯がちょうどいいんだと思うんですけど、濃いめが好きなので1杯半ぐらい入れちゃいます。そしてここにですねお湯を入れます。お湯ももう沸かしたってねポットに入れてあるので、このポットから直接入れちゃいます。で私もこれね動画で見たので、本当はここで 100ml ぐらいを入れて、めちゃくちゃ目分量で申し訳ないんですけども、一回これをねかき混ぜるらしいんですよ。これでこうかき混ぜて、で本当だったらねこれマグカップにしてもいいんですけど、今日はねマグカップとして使わないので、私はこういうね物を置くのに使っちゃいます。もちろんこのシリコンのね蓋の部分に置いてもいいと思うんですけど、でそうしたらですね、ここのフィルターをセットする部分に、これがフィルターケースになってますんで、フィルターを出します。このねフィルターを出しまして、でこのフィルターもですねここにセットしたら一回ちょっと濡らしてあげるとね取れないんで、その方がいいって書いてありましたけども、一旦このままいっちゃいます。そしたらこれで攪拌して、これを要は蒸らしの時間みたいなんですけど、さらにお湯を足します。割とギリギリぐらいまで多分いっちゃっていいと思うんですけど、これぐらいまでいっちゃいましょうか。そしたらこのね蓋を閉めます。よいしょ、ギュッとねねじってあげると、これでねもう蓋が落ちない状態になります。そしたらここで少しね下げてあげて、中のね空気を抜いてあげるらしいんですよ。でこんな感じでちょっとね今出てきたの分かりますか、この状態にしたら、あとはお好みのマグカップにセットしてコーヒーを抽出するというやり方になります。今日はですねこちらのスノーピークのねマグカップの方に抽出していきます。ではこちらをこんな感じでひっくり返したらですね、本当はなんかね30秒ぐらいで抽出するっていう動画と1分ぐらいかけて抽出するっていう動画があるので、何が正解か正直わからないんですけれども、やってみましょう。割とねゆっくりやってあげた方がいいっぽいです。その辺はねちょっとコーヒーの味とかね、早めにやると割とさっぱりになるとか、
皆さんお好みがあると思いますし、豆の種類とかによってもね、変わってくると思うので、そこはね、自分のお好みをぜひね、いろいろやってみながらですね、見つけてみてください。こんな感じで、ゆっくり押してあげる。非常にね、お手軽なんですよね。ドリップしてね、こう、香りがね、こう漂ってくるあの感じもすごいいいんですけども、一回さっきね、使ってみて、このお手軽さがめちゃくちゃいいなというかね、キャンプの時の朝とかに、サクッとコーヒー飲みとい時とかにね、いいなと思ってます。で、これで一番最後まで、押し終わりましたら、これでもうね、抽出完了。プロ顔負けの美味しいコーヒーが入りました。ではですね、コーヒーの方ちょっとね、いただきます。うん、これはね、ちょっと豆によるところもあると思うんですけれども、しっかりとね、香りも出ていて、かつコーヒーの甘みもですね、ドリップできる。でもめちゃくちゃ押すだけですよ。めちゃくちゃ簡単にテクニックとかなしに簡単にね、美味しいコーヒーが入れられるというね、ギアになっております。で、ここまでがですね、まだもう少しあるんですけども、このエアロプレスの、まあ、ご紹介になるんですけれども、実はここからですね、これ皆さんね、見ていただいている方、キャンパーの方がほとんどだと思いますので、キャンプにこの使い方をというところをですね、ご紹介していきますので、引き続きね、お楽しみください。はい、ではですね、もう一つですね、こちらのこのエアロプレスをですね、もちろん家でも全然いいんですけど、キャンプで使うのにおすすめしたい理由がありまして、こちらですね、メンテナンスというか、コーヒーのカス捨てるときにですね、こうカスが残っちゃったりとか結構大変だと思うんですけど、このエアロプレスめちゃくちゃメンテナンスが簡単でして、この蓋をですね、ロックを解除して取ってあげると、こんな感じでね、フィルターが残ってます。で、ここに今ね、コーヒーの絞りカスが残ってるんですけど、いきますよ。これでこう押してあげるじゃないですか。これちょっとゴミ箱だと思ってください。今日はね、ちょっとこれ使ってないので、ゴミ箱として使っちゃいましたけど、これをさらに押してあげると、ちょっとわかりやすく上にこう押そうかな。押してあげると、圧力をかけてですね、コーヒーを抽出しているので、こんな、なんていうんですか、ちょっとパンケーキみたいな、ちょっとチョコブラウニーみたいな状態で、このコーヒーのカスが出てくるんですよ。で、これで今ね、先っぽ、このちょっと見にくいかもしれないけど、下にね、このシリコンの部分が出てきましたんで、で、ここのシリコンの部分に少しね、コーヒーのカスが残るんですけど、これは皆さんね、キャンプの時にこういうウェットティッシュとかね、お持ちだと思いますんで、こういうウェットティッシュとかで、このゴミ箱の上でですね、もうこれで拭いてあげれば、もうこれでですね、綺麗になっちゃうんです。これでゴミ箱にね、捨ててあげれば、この状態でちょっとね、残ってますけど、こんな感じでね、さっと拭いてあげるか、もしくはね、拭いた後にさっとね、流してあげるだけで綺麗になりますんで、また2杯目のコーヒーをすぐに入れられる状態になります。これめちゃくちゃ便利じゃないですか。ポッと捨てられる。家でもそうですし、キャンプでも、これめちゃくちゃ便利だと思います。ではですね、皆さんお待たせいたしました。ここからがですね、キャンプにめちゃくちゃ便利な使い方ということで、ご紹介ね、していこうと思います。まずね、こちら、先ほど使った状態、収納のね、仕方、お見せしたと思うんですけれども、通常はね、これがケース兼マグカップみたいになってるんですけども、正直別にいいんですよ。これをマグカップとして、抽出したコーヒーをこれで飲んでもいいんですけど、なんかこれでコーヒー飲んでるのってあんまり雰囲気ないじゃないですか。どうですか？私はなんかあんまりこれでね、コーヒー飲みたいなとは正直思わないので、大体ね、キャンプの時って、マグカップ、何かしらね、皆さんお持ちだと思うので、そこでね、コーヒーを飲む方が大半だと思うんですよ。そうすると、これって、あんまり必要なくないってちょっと思っちゃったんですよね。で、ちょっとね、いろいろ試してみたらですね、いいものがありましたので、それをね、ご紹介していこうと思います。ではね、おさらいで、まずこちらね、収納するときは、こちらの本体の方に、このね、ちょっと混ぜるやつ。あと、これはね、別にいらないかもしれないんですけど、このスケールっていうんですか？このスプーンみたいなやつ。こちらを入れて、この逆さに入れたら、こんな感じでやって、この蓋をすると。
これはね、まあ中に入れる入れないはちょっと好き好きだと思うんですけど、こんな感じでね、これでセットになりますよという形で収納になるんですけれども、先ほどお話ししたね、このマグカップ部分、まあ本体のケースにもなってはいるんですけれども、ぶっちゃけて言っちゃいますと、これ持ってかなくてもいいと思うんですよ。もうこれだけあれば、あとこのフィルター、これもぶっちゃけいらないといえばいらないですけど、まあ入るんでね、荷物増えないんで入れときましょう。これだけあればですね、使えちゃうということで、なんかもうちょっとね、いい感じに、兼用で使えるものはないかなと思ってね、探してみたらいいものがありました。しかもね、皆さん持ってる方多いんじゃないかなというアイテムになります。それがですね、こちらです。冒頭ね、サイズ比較で登場しました。このスノーピークさんの 450mm のダブルウォールのマグ。別にダブルウォールじゃなくてもいいと思うんですけど、サイズ感的にこれぐらいのね、メーカーさんによってこのね、高さとかが違ったりするので、必ずちょっとどのメーカーで入るかまではわかんないんですけど、私の手持ちでいくと、このスノーピークさんの450のダブルウォールのマグがちょうど良かったです。ではね、早速ね、やってみようと思うんですけど、この中身入った状態で、これいきますよ。ほら、ちょっと浮くけど、この状態で、このシリコンの蓋が入るかなと思ったら、なんとなんとなんと、よいしょ、こんな感じでちょうどこのシリコンの蓋がぴったりはまって、ほらこれで落ちないんですよ。これめちゃくちゃ良くないですか。これでこの本体のね、このケース、マグカップにもなるこいつの代わりに、皆さんね、持ってる方が多いであろうマグカップを使って、そうすればこのエアロプレス本体とここにコーヒーを抽出して、これでねキャンプで飲む、一石二鳥じゃないですか。これどうですか皆さん。めちゃくちゃいいと思ったんですけど、どうかな。ぜひね皆さんにおすすめしたい。でこのねダブルボールだと入れたコーヒーがね冷めないとか、あとはここにドリップするときにあらかじめ氷とかを入れといて、アイスコーヒーとかをね入れることももちろんできるので、その保温保冷っていう意味合いだとダブルウォールがいいかもしれないんですけども、さらにですね、兼用で使いたいという方にはこちら、これはねシングルウォールのチタンマグ、これもなんと入ります。ここにいきますよ。こんな感じで、もちろんね、高さはちょっと収まりが悪いんですけど、そこをね、このシリコンのね、蓋で、こういう感じでね、蓋をしてあげると、これもね、ギリギリこのシリコン蓋がはまるんですよ。そうすると、ちょっとね、収まりはダブルウォールの方がいいんですけど、そんなにカタカタしないようになって、ちょっとね、逆さにするとこっちは落ちちゃいますけど、ちょうどギリギリここね、収まるぐらいの高さ感で、スタッキングすることができちゃいます。で、このね、シングルウォールのマグカップを持っていくことによって、何が便利かと言いますと、コーヒー抽出するのにお湯必要じゃないですか。その時に、このマグカップでお湯を沸かして、沸かしたお湯をこのエアロプレスの中に入れて、こちら空になったものに、このエアロプレスで抽出すると。これ完璧でしょ。こんなことができちゃうので、用途に応じて、保温保冷を優先したい方は、で、別途ね、お湯を沸かすものを持っていく方は、このダブルウォールの方がいいかもしれませんし、お湯をね、沸かすものも兼用でね、持っていきたいよという方は、このシングルウォールのマグカップの方にですね、エアロプレスをスタッキングしていただいて、持っていっていただければですね、これをワンセット、あとね、コーヒーと、あとフィルターね、こんな感じでね、やってあげると、まあ、フィルター買って乗せといてもいいかな。こんな感じで持ってってあげればコーヒーセットという感じで持ち運ぶことができます。あとね、ちょうどいいケースも見つけました。ただね、これちょっとね、お持ちでない方もいらっしゃるかもしれませんので、参考までになんですけれども、こちらですね、文法というですね、サルパウチさんとのコラボの商品になりました。本来はですね、ワンダラースポットというですね、フッカを入れる用の専用のケースなんですけれども、大きさがめちゃくちゃちょうど良くてですね、ここにこう入れてあげて、これでちょうどいいんですよ。これでコーヒーセット持ち運ぶことができます。このねケースであれば横にねフィルターを入れてあげたりとか、少しね余裕があるので、こんな感じでね
入れて持ち運ぶことができると思うんですけども、こんな似たような感じのですね、巾着とかお好みのケースに入れていただいてですね、コーヒーセットで取り出したら、マグカップもセットになっているので、このマグカップでお湯を沸かしてですね、コーヒーをセットしてコーヒーを入れて楽しむというような形でですね、キャンプでコーヒーね、皆さん楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。ということで本日はですね、こちらのエアロープレスですね、めちゃくちゃお手軽にコーヒーが入れられて、なおかつメンテナンスもめちゃくちゃ楽ちん。コーヒーのカスがポッと押すだけで、もうね、絞りカスがポコッとね、落ちてゴミ箱に捨てることができますし、ドリップの楽しさはもちろんあるんですけども、お手軽にコーヒーを飲みたいぞという方にはこのセットでぜひね、持ってっていただいて、キャンプのコーヒーライフを楽しんでいただけると嬉しいです。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ぜひね、このセット真似してみてください。エアロプレス概要欄にリンク貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。